尿路原発の内反性乳頭腫に被覆された部位に後発する良性腫瘍である。人尿路系の良性新生物に包含されている。1963年に膀胱の内反性乳頭腫として独立した疾患であることが最初に提唱された。以後、病理組織学的特徴や臨床所見に基づき、良性尿路上皮腫瘍として認知されるようになった。 外交性発育する定薬制度の乳頭上尿路上皮癌との鑑別が重要である。尿路上皮癌より、はるかに稀な疾患である。日本の大学病院での症例研究を参照すると、27年間で48例の尿路系内反性乳頭腫が記載されている。同報告によれば患者年齢は24から82歳であった。同様な傾向は、 欧米や他のアジア諸国からの報告でも共通している。ただし10歳代での発症例も少数記載されている。性別では男性に多い。喫煙歴、職業歴との関係は明らかでない。発生部位は圧倒的に膀胱三角部、または膀胱で後部が多いが、尿管、人羽粘膜、筋異尿道にも発生する。尿路系以外では、 子宮経管での類似腫瘍の発生が報告されている。無症候性血尿、または下部尿路閉塞のいずれかである。尿管原発例では、上部尿路閉塞により、水腎症の原因になる。肉眼的には、単発性が多く長径3ト、mm、ルから3 0ト、mm、ルのあゆう形成ポリープのことが多い。2箇所に、同時性、または、 維持性に多発した例も報告されている。ポリープ表面は異形のない尿路上皮が被覆している。病巣は境界明瞭で粘膜固有層に帯状、または重積量上に尿路上皮細胞の密な増殖が認められる。放層周囲の細胞は削状配列を示す。個々の細胞は類円形ないし長大炎型で細胞異形は認められない。 放送中心の戦様文化がしばしば認められる。繊細な繊維性間質が介在している。免疫組織科学的には P53 の過剰発言は認められない。また、新純性尿路上悲願で発言するアクチン結束タンパクであるファスマイナス1も陰性である。定悪制度の乳頭状尿路上悲願との鑑別を要する。 粘膜固有層に放送上侵順を示す尿路上皮癌との鑑別は特に注意を要する。内反性乳頭種の一部に各固定の明瞭化、異形変平上皮包装、異形性、変性による多角細胞の出現がある例も検討されているが、切除後の再発や尿路上皮癌への移行例は認められていない。こうした例は異形を伴う内反性乳頭種として、 取り扱うことが推奨されている。組織学的な類似から増殖性膀胱炎である、ブルノホースや先生膀胱炎との関係が指摘されている。膀胱三角部や近筋尿道に交発する点でも、類縁性がある。ヒトパピローマウイルスの感染との関係については、HPV タイプ18が PCR で陽性であったというデータが香港から報告されている。 膀胱強化での腫瘍の完全適除が有効である。化学療法、放射線療法は適応外である。良性腫瘍と考えられているが、切除時、または切除後に、尿路上悲願を合併する例も報告されている。したがって、経過観察は必須である。ありがとうございます。